はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。5時を回りましたね。5時半になろうとしております。まったりとした夕方になりました。ちょっとね、冷えてきましたね。今この部屋17度でございます。あれですね、ザクザク見てましたらね、ザクザクのあれですよ、何やったかな、ランキングね、どの記事が読まれるかっていうランキングがあるんですけど、そのですね、第2位に上がってる、1時間以内以内の第2位に上がってるのは、これだけは押さえておきたい、鎌倉殿の13人、大河ドラマですね、始まったようですけども。でもそんなに視聴率が跳ねてるというのは聞かないんですけど、やたらとね、ニュースメディア見てます、そこに出てくる。なんでやろうと思って。そんなに面白いですか皆さん。いや、僕、よう見てないからわかりませんけど。というか、あの時代ね、今回、三谷ですか、三谷幸喜がですね、脚本書いてるそうなんですけど、あの時代ってね、作りようがいろいろあるわけなんですよ。このザクザクの木、ちょっと持ってみますか。源義経、ね、須田正樹ですか、よう知りません。顔と名前が一致しないですよ、私の場合。静か御前との青春秘伝ストーリーに注目とかって書いてあるんですけど、源義経という人物がいたことは確かなんですね。で、今回、蔵前山出てこないようなんですけども、蔵前山で育てられてですね、で、その、奥州、今の東北ですね、の平泉のあたりまでですね、逃げてですね、そこで、武者修行をしてですね、ほんで、頼朝の挙兵を聞いて駆けつけたというのが、ストーリーで、もう蔵前山にいたのかどうかというのも、ちょっとようわからんわけですよ。だから、作りようはいろいろあるんですね。だから三谷さんがですね、筆を振るってですね、鉛筆を振るってですね、いいストーリーを考えてらっしゃるのかどうか知りませんけども、その例えば静か御前なんていうのがですね、静か御前が出てくるのはですね、吾妻鏡という資料なんですね。これは鎌倉幕府の正史、鎌倉幕府が編纂した正史なんですね。正式の歴史書っていう、中国っていうのはですね、中国歴代王朝は前の王朝の歴史書くっていうのはですね、慣習になってるようですね。でそれ以外はみんな燃やすというね、とんでもない国なんですけど、だから都合のいい歴史しか残っていないと言われていますね。そんなにいいんですけど、いわゆる日本も鎌倉あたりからですね、俺らの歴史残さなあかんやんって言って、それで残してるわけですよ。でね、あの頃の鎌倉幕府の成り立ちをですね、吾妻鏡を皆さん元にこう突っ込み立てるわけですね。で他に平家物語ってもあるんですけど、これはどっちかっていうと大衆小説だね。今風に言いますと、琵琶法師というのは、こう、弾き語りで語ってと。大衆芸能なんですね。昔テレビも映画もないわけであって、どう言いますかね、演劇もほぼないわけであって。と言いますと、こう、言葉でですね、物語を語るしかないわけであって。琵琶法師というですね、目倉さんがですね、目倉って言ったらあかんのですかね、目の不自由な方ですか盲目の方がですね、全部覚えてですね、それを琵琶でポロンポロンやりながら語るという、それでその琵琶法師はお金をもらって生計を立てるというので、それがですね、こう流行ったのが室町時代なんですね。だからこの時代よりかはですね、200年以上後にこう昔こんなことがありましてんでって言って、琵琶法師が語る平家物語があって、でその平家物語の元ネタはですね、鎌倉時代の中期あたりにですね、京都の誰かが考えたと、もう大体分かってるんですけど、なってるわけなんですね。でそれはどっちかというとちょっと面白おかしくしてあるんですね。で、平家物語もですね、いろんな種類があるんですね。縁起本とか、長男とか本とか、ね、いろいろあるんですけど。で、その一種の別れが源平浄水記なんていうのがございます。で、そのなんたら本によって多少ずれてるんですよ、言うてることが。でね、
平家物語には確か静か御前出てきひんかったんちゃうかなと思うんですね、私の記憶によると、うん、でどこに出てきてるかっていうと、静か御前は吾妻鏡に出てくるんですね。それも部分部分で出てきてるだけでですね、このどういう人やったのかって、年齢はいくつなんかとかって、そういうのは、まあ、要は分からんわけです。あの白拍子というふうにされていまして、白拍子というのはですね、女性のダンサーですね、今で言うたらね、あの要はもう昔はそのネットもテレビも映画もないわけであって、その偉い人たちがですね、こう余興で、余興というか、お酒飲む時の宴会でですね、誰か芸せえよってので、本職の芸人呼んでこいって言って、その本職の芸人で、偉い人の前でその踊る役割、いわゆるダンサーですね、が白拍子なわけですね。それはだから若くて綺麗な姉ちゃんやったやろという想像になってるわけですけどね。で、これは、あの身分の卑しの本来だったら鬼人の前、要するにあの後白河天皇とか出てきますけど、ああいう人の前には出られない、出られないのが本来なんですけど、まあ余興ということでですねあの、まあ、そういう特別な場で出てくるわけですね。で後白河さんも確か白拍子をめでてたんちゃうかな、まあ、そのつまり、まあ、当時ではとびきりの美人だったんでしょうね。それを踊らして、あんた綺麗やな、ちょっとこっちとこっちおいでとかってやってわけでしょうね。でその白拍子と義経がそういう関係になったというふうにはか、あの、まあ、吾妻鏡で触れてあるわけですね。でそこからいろんなですね、あのストーリーを、ストーリー、いろんな人がいろんなことを言うてるわけで、あの解釈の仕方はいろいろありましてね、大河ドラマでもですね、その昔平の清盛をやった時には、確か義経は清盛の下で育てられるっていうそういう設定であったような気がしますけどね。まあだから、そのまあまあ後の人がね作った鞍馬山と天狗の話なんか後の人が作ったわけで、武蔵坊弁慶がおったんかおらへんかって、あの勧進帳があったんかなかったかっていうのですね、あのなんともなんともですね、まあ、分かってるのは分からんような話ですね。勧進帳なんて 100% 創作ちゃうんかなと私は思いますけどね。まあでも武蔵坊弁慶らしき人がおったというような話もちらりとあるんですけどね。で、北陸の方でですね、富樫という大名が、後の大名ですね、当時のなんていうんですね、ちょっと、鎌倉から派遣されたというか、鎌倉から任命されたこう地元のこう役人っていうか、まあなんていうんでしょうね、当時は大名とも言えませんけど、まあ地元を仕切ってる人たちですね、仕切ってる親分が富樫でして、富樫の設けたですね、席を通るというのが勧進帳の設定なんですけど、そこを通って欧州まで逃れるという設定なんですけど、もうほとんどね確かなことは分からへんんですよ。だから皆さん、その吾妻鏡を見て、吾妻鏡を読んで、それでそのあれですね、平家物語ってのは、まあ、半ば小説みたいな、歴史小説みたいなもんですね、今で言うたら、を読んで何となく想像を膨らまして、それで一級史料と言われるのは、あの九条兼実という人が書いた、この方は京都の九条家と言いますから、五節家の中の一つですね、五節家の3番目ぐらいじゃなかったですかね、九条兼実という人が書いた玉葉という40年にわたる日記があるんですね。でこれ割とですね、あの私も読みましたけども、まあまあ、あの非常に客観的に書いてあるんですね。客観的に書いてある割合かな、あの木曽義仲なんかに確か娘取られてですね、違うかな、あれ違う人だったか、ちょっと忘れましたけど、割合だが忠実に、これが一級資料と言われてますね。で吾妻鏡についてはですね、鎌倉幕府にとって都合のいいように書いてあるというふうに言われてます。だからね、要は分からへんのですよ、義経がどういう人間でさ、どういうことをしたかぐらいは伝えられてるんですけど、あの梶原景時との確執がどうやったとかですね、いろいろ言いますけども、それは後の人のほとんどは想像でございます。だからあのなんかいろんなあの、ね、これ書いてあるの読みませんけどね、これたまさか開けて読んでるとね、なんかこう分かったような書き方してますけど、なんか偉そうにでもないけど、分かったような書き方してるけど、元の資料なんていうのはそんなもんしかなくてですね、実際よう分からんということですね。あのだって当時紙というものが希少品ですからね、あのそうあのなんて言いますかね、手紙も書かないし、
大体字書ける人が少ないわけ、字書けて読める人が少ないわけですからね。でこれが鎌倉の初期の話ですね。鎌倉殿の13人、まあ、日本はですね、室町ぐらいからですね、やたらとですね、そのどう言いましょうね、字を書ける人が多くなるんですね。その鎌倉あたりだと多分100人に1人も字書けないし読めなかったと思うんですけども、室町期になりますと多分100人おったら 2,30 人は字書けんのちゃうかなと、それくらいまでこう広まってくるわけです。そうするとね、やたらと資料が多くなるんですよ。もう江戸期になったら大変ですよ。江戸期になったらね、そのなんていうか、もうなんていうか、ほとんどの人が字書けるわけですよ。で記録を残す人がいっぱいいるわけですよ。だからよう出てくるんですよ、その室町後期あたりから江戸期になると、どっかの蔵開けたら昔の500年前の書き留めが出てきたとか、なんとか言って、それ読んだらなんか織田信長像が違うとか言って、もう大変なんですよ日本は。ほんまに、あの中国行ったらね、そんなないんですけど、ほとんどそんなない。あったとしてもみんな焼かれてるわけですね、戦乱で。日本は出てくる。でもまあそれは話は別として、鎌倉のあの時代ですね、初期についてはですね、ほぼこの吾妻鏡とですね、九条兼実の玉葉しかないんです。平家物語はあれ小説だと思っていただいた方がいいわけですね。だから全くよう分かっていないから、ほとんど三谷さんの創作でこう多分作っていらっしゃるんではないかなというふうに思いますね。だからそれをなんていうかこう分かったような感じでですね、解説してるサイトを見ると、私に言わせればちゃんちゃらおかしいということでございます。一応ですね、あのザクザクのこの貼りませんから皆さん探してください。これだけは押さえておきたい鎌倉殿の13人というところ、まあ全然ね、別にこんなの別に読まんでもいいサイトですけどね。はい、皆さんどうもありがとうございました。